勝川線とは、かつて愛知県西春日井郡楠木村の安島駅から東春日井郡勝川町新荘川駅までを結んでいた名古屋鉄道の鉄道路線である。路線廃止時点も、ともとは中央電気鉄道が名古屋駅岐阜県可児郡豊岡町間を結ぶ予定の路線であり、1926年8月1日には実際に名古屋市西区の押切町から東春日井郡坂下村の区間について、不設の免許が取得されていた。同免許は、その後城北電気鉄道、名岐鉄道と引き継がれ、建設に至り、1931年2月11日、上飯田駅新荘川駅間と安島駅から新小牧駅間を開業した。開業時には、上飯田駅から新小牧駅間と一体となって、城北線と呼ばれた。その後、他の区間については、資金等の問題から建設には至らず、不設免許は失効した。その後、1931年4月29日、新小牧駅犬山駅間が開業すると、安島駅新荘川駅間は、勝川線と改称された。実質的には、上飯田駅犬山駅間の大曽根線の盲腸線と化しており、営業成績も低迷していたことから、わずか6年で廃止された。ありがとうございます。